おそろい。あ、たくさんありがとう。犬猫です。くさんお疲れ、やましさんお疲れ、かわいもありがとう。犬ってどうやってやる？こうやってやってる、いつも犬初めてだった。犬ディレイさん、だるま、かわちゃんありがとう、こちらこそありがとう。だしちゃん、だるま、やおとさん、だるま、すごい、ありがとう。だいぶなんかね、治ったんだけど、今日いっぱい話したらまた枯れちゃったやばいかもしれない、本当にすぐ枯れるんだから。青木さん、ハート。あこうさん、だるま。さとしさん、ハート。よしみさん、だるま。ドグラスさん、ハート、ありがとう。そう、今日はリエッチの家だよ。汚いとか言ったら怒るよ汚いとか言ったら怒るから、ね、やばい、それはめこさん、今日ありがとう。こちらこそありがとう。え、ツーショットね、並んでた、ありがたい。よし、ゆきさん、結婚して。高校卒業するまで待って法律的にリアル、リアル。パジャマ転がってないとか言ったんだけど、パジャマじゃないんですけど、パジャマじゃないですけど、毛布なんですけど、毛布だ、毛布です。パジャマじゃないです。そうパジャマだったらやばいよ。こちらこそありがとう、初めての話かい、はい。雨やった。可愛い、ありがとう。そう、え、今日雨降ってたよね。ね、そうじゃない、髪の毛もわもわしちゃった。え、そうね、やだ、うん、ただでさえリースグさ、もわもわしちゃった。え、私もなのよね。そう、お互い様、ね、お互い様、ね、喧嘩したみたいな。なんださ、なんだっけこれ、マネギ猫、ありがとう。何そう、大丈夫、ありがたい。さん、ツーショットありがとう。こちらこそありがとう。また待ってるね。人が、そう、ファンの方がたくさん来てくださったおかげで。いいの、3人で。そうなの。羨ましいよ。それね、時間内に終わりそうにないから。3人の方が良くない？負けた。3人ね。2人もね、ちょっと気まずいよね。うん、2人も3人も経験したかったけど。残ってる時さ、1人で残ってないといけないから。うん、あ、そう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 。でも2人で残ってられるもんね。ね、それある。くまりパパさん、え、ね、今日来てくれるの知らなくて嬉しかった、ありがとう。今日はたくさん楽しめました。楽しかったです、私も。今日ありがとう。え、こちらこそ、キーさん初めて、ふくふく、会えてよかった、ありがとう。かわちゃん、だるま、カプレさん、ハート、ありがとう。え、そう、ツーショットなんか並びすぎて現実かと思わなくて全員並んでるのって思ってめっちゃ確認しちゃった。そう、びっくり、個人レーンになって嬉しかった。急に後ろにヤツの気配がヤツの気配って何？ヤツ、あ、ヤツちゃうです絶対待って待って待ってそれちょっと待って、今思った、え、それ見よね、隠せ、絶対隠した方がいい。皆さん、こちらは見ないでください私の方映ってた、一緒に普通に飾ってたけどさ、ダメだよね、やばいね。そう、危ない危ない、リプ編ありがとうあ、幕張のこと、そう、書いちゃってた。こんばん、こんばんは。え、すごい並んでた、びっくりしたユイニャンとのペアはなんて名前？なんだろう、ないね。犬と猫だよね。犬と猫だね。犬と猫だよね。私たち犬と猫だから。ね、むずいな。リエユユイリエ。なんだろう。ワンワン。かん。ワンワンニャン。ワンワンニャン。ワンニャン。ないね、思えば。ないよね。ないよね。笑顔だったから。本当。ね、なんかお話し会の時雨の可能性高くない？え、わかる。ね、ね、だからさ、髪の毛がパヤパヤないよね。そうなの、そうなの。悲しい。ツーショット見ると、え、早いな。あ、そう、本当にそう。早い、わかる。早いよね。そう。え、3時間目で一番並んでたの。ありがとう。そうなんだ。ビンガンさん、レイズ、今日はありがとう。ね、番組と X の効果はやっぱすごいなって思った。ゆまちゃん、かわいい。ありがとう。初アングル？嘘。いや、何回かこのアングルあります。まこさん、だるま、おなべちゃん、お疲れ、ありがとう。やっとしばらく、こんばんは、こんばんは。こういう感じだった。そう、名前予想がたまにしかね、むずいね、ここでやらんから2人の。じゃあアイス食べようかな。列が長かったから
最後の最後だけ個人霊になった。ヤマシンさん、ここはすごい。でも3人ともちゃんと、そうなの、お客さん来てくださってた、ありがたい。何時間目だっけ？3時間目使っちゃった。いや全然いいよ。3時間目って誰がいた？3時間目、え、何が、あ、自分お話し会か。3時間目はツーショか、ユニアンたち。そう、ツーショット。反対なんだね。先ツーショットやもんね、うん、そうそう、めっちゃ汗かかった。そう、ね、今日ツーショットの時なんかそう、お手洗い行ってたら、ね、なんかみんなもうなんか集合してて、ね、やばいやばいやばいって言って急いで走っていきました。ももさん、だるま、ヤマちゃん、星、ありがとう。おもろかったあれ。でもなんとか間に合ってよかったね、本当に。前髪できた、なんだっけ、何ができてなかったんだっけ。前髪がなんか変、うん、変だった。あ、なんかちゃんとコームで溶かせてなくて悲しいよ、ね、大変なことになってた。そう、髪の毛もパヤパヤでした。たっけーさん、いいにゃんは穴リフクロウ、穴掘り袋、穴掘り袋か。穴掘り袋、あ、そう、さっき言ってたやつか。そう、え、今日その話したよね。うん、した見せてもらったもんね。え、かまねパパさん、かわいあれあれすぐ気まずいよね。たかけいさん、なんだっけ、招き猫、ありがとう。ありがとう。そう、利益の大きい。お客さん、しましだったけど、ありがとうって。こちらこそ、わざわざ来てくれてありがとう、本当に。え、ね、個人連で最初だったよね。ありがとう。こんばんは。UFO キャッチャープロ。ね、愛さんの生誕。UFO キャッチャープロが来てるのね。これ、そう、あれだね。あ、そう、ね、この、これなんだっけ。ポチャック、あ、ポチャックは、うん、ユイニャンが撮ってくれたやつ。そう、さっき一瞬映ってたかも。そう、さっき映ってたかも。ゆいにゃんが撮ってくれてる。そう、また一緒行こうね。え、行きたい行きたい、ね、行こうね。え、なんかゆいなんか袋を撮ってるの見てさ、うん、なんかちょっと可愛いと思って。でしょ、袋可愛いっしょ。うん、うん、可愛かった。こんばんは、こんばんは、きみさん、だるま、ありがとう。しみさらに会えた、あ、会えました、しみさらさんに会えました。もう大好き、本当にラブ。リーチに似てる動物なんて言われる？え、動物、なんだ動物。犬今犬好きだから。うんうん、じゃあ犬ってことにしてください。犬ってことで、そうだね、はい。黒の顔。え、似てるよ、似てる似てる。本当にだ、そのままでも似てるけどね。そうなの？うん、目じゃない、絶対目かな。目だよ、うん、怖いかも、ちょっと黒怖いかも。やだ、なんでそんな目大きくなるん、わかんない。リッチ大きいじゃん。え、違う、なんかでも違う、なんだろう、ゆえのの目ってさ、デメってやつ。あ、そういうことか。カズミによく言われる。え、でもデメ、デメだからって。でもデメの人ってめっちゃいいらしいよ、うん、そうなの。うん、なんか目がキラキラして見えるらしい。あ、光が入るから。うん、あ、なるほど、ね、らしいよ。デメで目の水分量が多い人は目がキラキラして、水分量か、少ないかもしれない。水分量少ない。ドライアイ。手振ってくるね。こちらこそありがとう。なんてどういうの、違う、どう、なんでなんで、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 オフにしていく。オッケー、切り盛りするね。うん、え、じゃあこれオフにしとくね。あ、オッケー。リーチが一瞬消えます。ちょっと、ちょっと待ってて。オッケー、これ見せたい。何？え、ね、
知らない、ね、やっぱちょっと匂い、匂いが強いもんね、匂いが強いんですよ。そう、3人連は3人からなんか、okay、ただいまなんていうんだ、指名みたいな感じで何々さんでみたいな指名ってやばいそういう感じのやつ、ちょっと気まずいよね。こんばんは、こんばんは。今日はそう見せた袋のプリコも、じゃあじゃあ豚まん来週ももらった。もう一個って何やったの？え、見たいよ、ね、わなか聞いたことある。わなかってね、たこ焼き、うん、え、どうやって読んだ？え、書いてある、ここわなかって本当だ、うん、ここなんだけどやべえ、すごいなんかいろんな、でも有名なとこすごい。あ、そうなんだ、うん、3本指入るくらい有名なとこ、わなか教えていただいた、わなかもらった。前はククルだった。あ、そうだよね。そう、でも今回はわなかだったそう、こんばん、こんばんは。そうだね、あれ一期間はリーチと別だったんよね。そうだね、確かに、ね、悲しい。これなんだっけ、ちまき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 食べたいんだよね。食べないよ、ね、食べようかな。家にたこ焼き食べようよ。ほんと、自分であるのにそう、天才、ありがとう。2人はね、私の1個上かな、リエチが。そうだね、高3の代、1個差なんですよ、ゆいな、高2の代。じゃあ敬語使って。えリエチさん、リエチさんね、リエさんね、リエチさんね、リエチとかじゃないから、あだ名じゃないから、リエさん、リエさんだから、リエさん、はい、そうやって呼んでください。嫌だ、なんか嫌だ。じゃーん、見て、めっちゃたこ焼き、めっちゃたこ焼き美味しそう。温めた方が美味しい。うん、多分その方が美味しいよ。そっか、パパってやりすぎると火出ちゃうから。そうだよね、ね。え、ちまき、ちまき開けてみたい。うん、うまそう、ね、でか、あ、ありがとう、いや、ありがとうそう、うん、幸子も今食べようとしてるでやって。そうなの、さっち、じゃあ食レポはさっちに頼んだ。頼んだ、お任せ。え、こちらこそ今日ありがとうね、水分量おもろいな。パーさん、だるまありがとう、ありがとう、ありがとう、お疲れ、ありがとう。そうもちゃんドライヤー一緒じゃん、ちまき、気をつかこういうのを気をつかゆいにゃん、ゆいちゃんのスマホ撮ってルームツアーしてやってしてないそれ、なんかでしたしてない、出禁だよね、出禁、ほんとだよ、出禁リアル出禁ゆいにゃんちはさ、行ったことあるけど、あ、でもリエンチ来たこと2回目か3回目嘘、そんなにあったっけ。うん、あ、ダンス一緒にしたね。あ、やったね、ね、あの、切羽詰まってた時ね。そうそう、ほんとにやばかった時あの時やばかったね。あれ何、千秋楽前とか。え、そう、千秋楽だよね。木体だ、木体やってたから千秋楽だと思う。うんうんうん、ほんとにね、あれやばかったよね。ね、なんかやばかった。ゆうなも途中で来たっけ。ゆうなも来た、来たよね、うん、あの時が一番、うん、やばかった。あー、入ってから、うん、私あれかも、クリスマスが一番やばかったもん。あー、確かに全然練習できんかったから、ね、学校と被ってるとそうなっちゃうよね。そうなんよ、つらい、ね、なんかさ、いいなとりえ学校違うんだけどさ、うん、それは言っていいよね。うん、全然学校違うんですけど。そう、違う、そう、でも学校によってやっぱ結構全然頻度違うなって、ね、スクリーニングとか ね思ったよね。課題の感じとかね、違うよね、全然違う、本当にそう。ゆうにゃん、かわいい、ありがとうにゃんにゃん、にゃんにゃん、わんわん、わんわんゆうにゃん、お疲れ、ありがとう、お疲れ様。うん、今日はお話し会でした。ピアノ見てくれたの、ありがとう。くまねパパさん、かわいい、ありがとう、楽しかった。え、こちらこそありがとうあげてくれたの見たよ。木五郎さん、星、ありがとう。よいね、リーチ、お疲れ様、ね、高校の中止、合格してたね。おめでとう、スタッフさんに。よかったね、ほんとに。奥田さん、お願いします。高校の中止合格、お願いします。高校の中止合格ってどういうこと。高校の中止、追試、追試、あれじゃない、前で点数を取れなかった。あ、そういうことか。え、でもよかったね、合格できたのはね、うん、おめでとう、お疲れ様。おめでたい、おめでたい。そうだよ、気まずいね。コンビニっていうか、みんな一人よ、一人かけるような。イカ焼き食べた？食べた、食べた、食べた。え、美味しかった。丸ごとではないよね、なんだろう、あれ、生地、何の生地に、うん、なんか
ね、なんかね、うん、生地と丸ごとではない、イカ、生地とイカ、うん、切ったイカが何の生地か分かんないけど薄い生地に、海なしトリオ、あ、いちごとリエとユイニャと海なしトリオなんかね、確かに、確かに、ユバンと、そう、いちごは、いちご、いちごはね、ちょっと大変だからね、いちごも大変、毎回大変そうだな、忙しいね、ほんまにかわいそう、いちご、ほんまに、ね、本当にね、ね、ね、勘違いしていくと本当に恥ずかしいから、お疲れ様、楽しかったです、ヨットさん、星、ありがとう、うまちゃんさん、おつまみんじゃん、おつまみんさんじゃないですか、え、リーチのファンの方の名前はリーチーズじゃない、リーチーズか、うん、多分リーチーズなるほどなるほど、ちょっとあんまりまだ、まあ、浸透してない、うん、か改善の余地ありと、いいじゃん、リーチーズ、ありがとう、私でも、うん、なんだっけ、首丈が好き、え、私も首丈がお気に入り、そう、本当にね、かわいい、え、前首丈の歌詞見つけたんだよね、何の、あ、AKB さん、首だけで僕の好きな、あ、そう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 、この前ね、カラオケ行ったの友達と歌った時に、ね、え、首だけじゃん、そうだよって思って、そうなんよ、え、よくわかった ね、最強ツインテール、そう、アンダー16以下のあれだよ、そう、びっくりしたの、ね、あ、首だけじゃん、そうだよ、首だけだったね、ね、自分のもんだって感じがしちゃう本当に確かに首だけはもうリーチのイメージだもん、カエルさん、ここはありがとう、え、今日オーディションの時の話したよね、みんなで、あ、したしたよね、ね、ちょっとね、本当にね、え、でも面白かった、え、シャンキーはいつ加入した、4月な、うん、7、そうだね、6周年の日だね、じゃああの時が1周年ってなるかな、かな、でも3期生ね、 TikTok で、あ、まあ確かに、3人ずつね、そっか、そう、だから難しいよね、なんか、そうだよね、あ、ちょ、あ、充電がやばい、やばいね、ちょっと充電しましょうか。ねえ。一旦。そう。そう、私はセカンド JK。確かに先輩ならおごってもらおうかな。会場に今日ケータリング何やった？でもこんな感じだよな。え、でもこれくらいじゃない？うん、こんぐらいだよね、確か。うん、ね。お弁当のハンバーグめっちゃ美味しかった。あ、美味しかった。美味しかったね。めっちゃ。そう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 、いや、私大根おろしつけ忘れちゃってめっちゃ美味しかった、あれ美味しかったよ、そうなの、こんばんは、こんばんは、同じ学校だったら分かんない、どうなんだろう、カイトさん、なんだっけ、お手紙ありがとう、いや、学校違うよね、そこ、それが、ユニアと私はね、ね、違うね、そう、なんか充電がなくなってきちゃった、ね、え、16%で始めてたそれはなくなるよ、うん、そんな急接近、ね、ちょっとあの充電がないんです、うまちゃん、ちょっと待って、枕のこういうとことか気になっちゃう、本当になんか見ないでください見ないでください、え、そう、いちごまひなさんとショールームしてたよね、ね、いいな、話したい話したいって言ってたからよかった、私はあんまりまだ先輩と話できてない、話したい、でも今日リコシさんとサラピさんと話した、わなかぎょうさんある、ゆりえさん、だるま、ありがとう、わなかって何、わなかこれだよ、あ、うんそうだそうだそうだそう、これでしたゆさ、ゆさなこさん、そのこさんあるよ、そのこさん何してるそこで、星ありがとう、そんなところで何してるんですか怖いそう、リエチといるよ、ひとみちゃん今日背景荒れてますね、え、本当ですか、それは、うん、え、ももさんとね話したかったんだけど、そう、今日いちごと行こうって話してたの、いちごがリエの寝室ですか、先に行ったせいで私は話せなかった、モザイク機能とかないんかな、ショールーム、どうなんやろ、背景モザイクかけたい、めっちゃ近づくしかないんじゃない、やっぱこうやって生活感出すぎちゃって出ちゃうよね、うん、本当にね、リエのまつげの本数が数えられる近さ、確かに、ありがとう、じゃあ数えてみてください、私のまつげの数、
本当に綺麗なまつげしとるよね。ありがとう。最近みんなにめっちゃ聞かれる、まつげどこでやってるって、うん、めっちゃ綺麗ね。嬉しい、本当にまつげです。かわいい。最近下まつげあんまりねバサバサにしないように。確かに。そう言われてみれば、なんかマスカラ下地だけにした。あ、え、マスカラ下地だけそんな長いの。なんかちょっとなんて言えばいいのかわかんないか難しいよね。こんばんは、こんばんは。そう、 TikTok を基準すると3期生はデビュー日がずれちゃうんだよね。そうなの。毎回かわいい、ありがとう。そう、今日の朝、ね、みんなバラバラだもんね。ね、バラバラ。リエとヒータンは最後2人でした、ね、4月3日から始まって、私は2日目だった。そうなの。キャッチフレーズは私ないよね、まだない。ユーニャン、ユーニャンとユーニャン似てるな。え、ユーニャンとユーニャン、え、確かに似てる。さっきは呼ばれてると思った。ね、マックさん、ハート、ありがとう。筆記試験合格したので、あと実技試験合格したら資格取れます。頑張るから応援してほしい。え、応援してる、頑張って。本当にハンダレの再生回数、ね、今伸びてるの。もう試験って大変だと思う、本当に。たこ焼き、え、いただけたけどまだ食べてない。後で食べる。頑張ればそう幸せが待ってると思って頑張るしかない。そうなのよ。モモさんとは話せなくてショック。でもいちごが話してて羨ましかった。なんかお話し会？ん？ツーショット会が。急に話し会ちょっと伸びて。確かに。どれぐらい近いですかいつ？そう。それで帰ってきたらもう話し終わってて悲しかった。いろいろ一緒話しかけるって言ったじゃんって言って。バリーさん、ココアたくさんありがとう。なんかココア飲みたい。あ、ないな、ココアうち。ない？ない。ゆいなんちに何でもあるから。本当だよ。私が持ってるのあれ化粧品とかしかないよ。アイロンとかいつも化粧品、ね、確かにゆいのいつも持ってる、ね、でゆいなんちでも結構何でもあるよ、本当にね。確かに、みかんとか。みかんあるね、確かに。バリさん、招き猫ありがとう。猫猫にゃんにゃん猫猫。さなこさん、リーチラブよ。リーチラブ。でも今日いなかったやん、寝てる時間。5、6時間ぐらいかな。そうなの。右にリコチさんが、左にシャラピさんが一緒で。ね、羨ましい、ほんとに。え、でも今日話してたじゃん。シャラピさんと、うん、え、じゃあ今日話してた話していいかな。うん、しないしないよ。今日、そう。なんていうの、あの、待機するとこなんていう、楽屋か。うん、楽屋でいいと思う。楽屋が、なんか私の目の前にシャラピさんが座ってらっしゃって、うん、だからほんとの緊張しちゃって。そう、それで写真撮って、リコチさんとサラピさんとお話し会が終わった後 後に一緒にありがとうございましたって言ってくださった。あ、そう、サラピさんと写真撮って、その後、写真いいね。そう、でその後隣でね、隣でお話ししたんですよ。マキさん、かわいい、ありがとう。まち結婚して私だけの特別お話し会。さっきあっちのルーム行ってなかった？誰だ誰だ。いや、ああ、リーチもないじゃん。そういうのなんか普通に傷つくから。もう傷ついてるよ、ほら。心を閉ざします。ダイさん、ハートありがとう。ダイさん、ユイニャンチなの。違う、ティエニチだよ。まつげね、リーチもめっちゃ綺麗なの。私は逆に逆さまつげだから上手に上がらない人。オーディションからはもう少しで一連立つ。さやまっちさん、ユイニャンあげてたよね、二次審査から。あ、二次審査から。そう、ちょっと前、1年だった。覚えてる、二次審査は。最終審査いつだったっけ。最初は2月19。最終が2月19。うん、そっか。そう、2月19。2月1日から18までがショールーム期間で、うん、19が最終審査、うん、あ、19が最終か。そう、覚えとこ。そうだよ、カレンダー入れとき、カレンダー入れときね。そうなの。マッツさん、小槌ありがとう。またかなりの早く来たる。あ、ありがとう。結婚して、伊佐奈子さん、ありがとう。気恥ずい。え、わざとしてんのかな。ね、本当だよ。本当だよ。本当よろしくないと思う。ルパンさん、マニキ猫ありがとう。山次郎さん、結婚してありがとう。そう、ククル、ククルは前大阪浴衣の話し会の時はククルのだった。確かに、もっと近づいて顔で覆い隠します。もうそう、広島だよ。こっち、ナスちゃん、だるま、ありがとう。こんなリエの顔近づいたって困っちゃう。
いいやん。あ、ちょ、おつまみん、おつまみん、おつままみん。マクさん、ちょっと。かわいい、ありがとう。ゆんやんにゃん、秘密。いや、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 聞こえてる。おふたりくん、キャッチフレーズ。キャッチフレーズか。え、言ってる？なんかキャッチフレーズ。いや、なんか最近みんな言うよ。この前はみんな言ってた。マジ？だからその場で考えた。あ、私もその場で考えれちゃうタイプやで、そうしようかな。ミンポンがさ、もうトンポン、そうそうそう、ね、やるから、じゃその流れで3件。あ、ユナも誰な、ユナね、ひーちゃんもあるよ。私の声響いてますか、あ、響いてるよみたいなやつ、うん、そうなのね。なるほどね、考えないとね。キャッチフレーズなんか3期からないって言われてたから、うん、作らず言ったけど、え、そう言われたよ ね言われたね。くさ、そう、なんか面白い、本当に。ね、誰がそれを初めて言ってた、3期はキャッチフレーズないよって。マネージャーさん。え、誰が聞いたんそれ。え、わかんない、わかんないよね。どうやっけな。でも、でも3期はキャッチフレーズないってさ言われたってみんな言うよね。私でもマネージャーさんから直接聞いた気がする。直接、うん、本当に、うん、じゃあそう、なんかそう3期からないよみたいな。なんですよ、作らなきゃか。クリトラさん、だるま、ありがとう。そう、キュニーさん、ペンライト、ありがとう。ね、リコチさん、そう、踊ってたね。気になってチラ見しちゃった。うん、今日先輩と写真撮れてないの。さやまつさん、吉田さん、ええのって。いいでしょう、本当に。さやまつさんと一緒にお話ししました。超至近距離で、あれは。しかもありがとう、第1だったんで、ちょっと本当にただのりちょっと緊張しちゃった、ま、なんかありがとう。サラピさんと話すと緊張するんですよ、ね、オーディションから1年好きだから。まつかしたことない、本当に何も変わったことない。まつげも眉毛も髪も染めたことないや。何を話したかは言いたいんだけど、あ、写真は撮ってないけど、今日あずみんさんに直接お誕生日おめでとう言えた。当選者にはまず1本プレゼント。そう、いいよ。そうなの。あ、動画撮影、え、なんかね、後ろでされてた。配信はどうしよう、とりあえず1時間の予定かなって感じ。まだ今日のツイッターの方できてないから。そうなの。今日あずみん先輩のお誕生日ですね。あ、あずみんさんにお誕生日おめでとうございますね。ね、言えた、ね、直接お会いできました。よかった、本当に。そう、 X の俺もオーディション最終日はホテルからしてたね。みつさんの誕生日写真集楽しみ。あのリッセンさんにも今日、え、本当に羨ましい。私めっちゃ話したかったの。お写真も撮らせていただきちゃって、しかも X のあの凍結しちゃった時のお礼もできちゃったんですよ。いいな、本当に良かった。次は話したいね。ごめんな、ゆいにゃん。私のことも日本だよ。リア充といちごとリエでした、ね、え、だよね。はい、行きました。私が帰ってきたらちょうど話し終わるとこだったから。そうそうそう、そう、そうだよね。行きにくかった、行っちゃいました。お話したかった。リセンさんと本当にオーディションからずっと好きって言ってるんだよ。あ、そうだよね。でも写真撮ったことないし、うん、しっかり話したことがあんまりないの、ね、でも言うにはアンピーさんのイメージがもうつけすぎちゃって。あ、確かにね。今日は私アクスタ持って行ってたんだよね。え、それ持って新幹線でさ、なんか持ってんなと思ったもん。そう、新幹線でアクスタ立ててた、うん、キュニーさん、福木五郎さん、大判小判、ありがとう、スマンジさん、お手紙、今日もありがとう。ありがとう、こちらこそ。来てくれると思ってなかったからさ、本当にびっくりした。確かに、サラピさんはキャッチフレーズないよね。たくさんリーチに会いに来てください。ね、待ってます。ほうじ茶さん、ほうじ茶のね、ここがありがとう。ね、違和感あるよね。なんか48グループってキャッチフレーズがあるイメージが強いから、なんか個性的な、やっぱりあった方がいいよね。ね、次またリプ編企画すると思うから待ってるね。神の手。ユイニャン、自分の名前がたくさん呼ばれてるような感じでドキドキしてしまう。そう、ユイニャンとユイニャンが似てるからさ。似てる、本当に。トモさん、だるま、だるみさん、だるま、今日ありがとう。似てるんですよね、本当にね。シさんとお話できたんだ、あ、よかった。よいしょ、ちょっと戻そうかな。
若干充電できた気が。私の写真集は多分出ることないよ。ゆいなの写真集、うん、えい、なんかさ、でもさ、誰が写真集出すにしても見れんくない、なんか見れん、同期のってなんか不思議な感じかも、ね、いや、ほんとに。でも出すのは誰だと思う。えー、でもひーちゃんが写真集出したいって言ってるよね、うん、ひーちゃん、うん、ちゃんちゃんじゃなくてちゃんちゃん、うん、え、ひーちゃんほんとに可愛い、似合ってないマジで、ね、え、ほんとにやばいよね。ひーちゃんそう、あ、磯野子さん切った、3期生で初かな、こんなに磯野子さん結婚して、でも磯野子さんさっきさ、ゆいにゃんにもさ、結婚してって言ってたよ ね言ってたね。ほんとにあの磯野子さんの世界線は一夫多妻制なんですか。ほんとにほんとだよ。ね、ね、どこの国にお住まいなんだろう。こんばん、こんばん、そう、おゆこちゃん連れてってたの。そうなの、アンナさんにも送った、大阪にも連れて行きましたって、福岡も連れてった。福山さん、先輩とお出かけできるといいね。え、本当にそうなんですよ。ちょっと佐々木さんとお出かけ、かわいいカフェに行ってみたいなとか。お父さんだっていうかな。ハート、ありがとう。ちょっと頑張ります。ハート、ハート。大さん、痛い、痛い、痛い。いいでしょう。レアです、これは。あー、なるほどね。そう、3期生は。ヒータンの写真集熱望です。ヒータンね。でもね、ヒータン、うん、私も一人誰かなって言ったヒータン。でも、うん、カナウは4月から行っとる、ずっと写真集出したいって。あ、そうなん。カナウ、え、でもごめん、ディアも最近行ってる、写真集出したいって。写真集目標にしようかなってこの前。え、いいじゃん。え、買うよ。買うよ。あのアマゾンとかいろんなところで予約して全部集めるからね、あの特典いけるんだけど。買うよ、サインしてね。サインする、本当に。え、ユニャン逆に出したくない、でもさっきみんな出そうや。出しちゃう。出しちゃう。え、でも私リアチューとミューポンの見えないかも。いや、わかる、本当にそう。中学生の写真集とか見れないよね。見れない気がする、ね、ミューポンとか本当見えないかも。うん、それは本当にそう。お、親の気持ちになっちゃう。で、多分自分たちが卒業した頃ぐらいに、うん、あー、確かに出すんかな。先に卒業するのもリエちゃん何年いてくれるかな。いや、異性しか変わらんじゃん。怖いと言いながらさ、ユイニャンの方が先にさ、いや、大丈夫、大丈夫、全然あるんですから。私、安心安全の5年保証だから。あ、そうなの。そうだよ、受ける、5年保証、保証付きなんだ。そうなの、電化製品みたいに。受けるんだけど。そう、引いた、本当に引いたね。確かに私も希望だわ。広島ね、広島でまた待ってるね、うん、あ、磯野子さん、レインボースターたくさんありがとう。何人まで、え、そうなんよ、最近浮気者だから。こんばんは、こんばんは、悲しいからね。あ、合ってた、誠さん、ありがとう。ね、全ページに、本当だよ。あのちゃん、今日はいっぱい話できて楽しかった。こちらこそありがとう。リリーベだったら確かにやばいわ。いっぱい来てくれて嬉しかった、ね、ありがとう、本当に。そう、いつもありがとう。そう、私はショールーム配信でまだクレジットカード持ってないから買えんのよね。いちごが買えるか、羨ましい。ゆいにゃん DD。 ゆいにゃん DD って言われてるけど、うん、確かに。同期大好きかも。あ、確かに、うん、同期大好きの DD。 同期大好き、そう、頭いい、頭いい、本当にそれ頭いいでしょ。同期大好きの私 DD だから。いいですね。そう、それは頭いい。誰でも大好きじゃないよ、同期大好きだから。大事、そこ。そう、そうだよ。フォロー、え、ありがとう。え、確かに乃木坂5期さんさ、え、ね、私買うよ。買う、ね、あれさ、いや、結構ね、あれね、結構1期生さんオマージュして、え、3期もそうやってやりたい、ね、え、そうなの、ね、本当に。そしたら強制ミューポンとかリアンズもあれだけどさ。あー、嫌だ、私が全部隠すから。ちょっと危ないカットは全部ヒータンに任せる。あ、そうだね、そう、年表組に任せようか。あ、そうそうそう、ね、ヒータンとヒーちゃんにやってもらえばいいです。ハロー、ハロー。やばい。家電、そう、保証あるから、私安心安全。延長は、延長は気分次第です。キャリア決済延長、あ、5年契約、そう、で10年契約にして、10年、10年言うと26、あ、6か、うん、今 16? いや、入った時は16だから。あ、そっかそっか、そう、そっかそっか。えーちゃん何年いてくれるかな。じゃあリエは20年契約とかしようかな。20?37? 嘘です、絶対に無理です。
すごい、フォーテートグループ最高齢いっちゃうよ。それはね、いやそれはリアは絶対嫌だ。え？てか長生きしたくないので。おーおお長生きしたくないので若いうちに。そうね、同期大好きは本当にね、いいよね。同期大好きいいんだ。ちょっと待って、え使おうこれから。なにえ、あーいいよ今日ちょっと待って、ね、ちょっとダメだわ。ただいまさっきもゆいにうるさいんですよ今日本当に。ダメですよ本当に本当に本当に。ヒーターを隠す私を隠す。あ、よろしくお願いします。ただいまそう、もちろんなぎちゃんを見るため。ひょうにさん星ありがとう。そうセクシー担当その私はリュウチタンスです。初耳です。それは12年保証。確かにえとを一周したい気持ちは分かる。初耳だよって。そう写真集か。でも写真集3期これ以上増やさないって約束してくれたから許すけどね10年いけるかな。じゃーん、どうだろう。ひどいひどい。アイスなんかミルクティーのやつ山形屋飲んだ。いいじゃん、うん、ん山形ね。これ好き、嬉しい。え、うん、美味しいよねそれ、うんうんうん、私も何回も食べた。セブンイレブンだっけ。そうね、美味しいよねそう、ちょいちょい無法になるのおもろいよね。小谷さんハートありがとう。うおー、うん、そう。あ、コメント追いついた。よかったよかった。めったね、今日ミルクティーのやつ。ミルクティー美味しいよねそれ、うんうんうん、本当に美味しい。紅茶系って外れなくない？え、初めて食べた紅茶系。え、本当？うん、何食べても美味しい。ミルクティーの味初めて食べた。え、あれ話したら、オペラフラペチーノ飲んで。あ、今日そうね、あのオペラのやつ飲んだんですよ。ホワイトが飲みたかったんだけど ね、 そう、ホワイトなくって、ユイナが、うん、ブラック、うん、普通の方。そう、普通のやつも美味しいよって言ってたから。そう、あっちも新しいやつ飲みました、ね。おかげで、そう、大阪でスタバ行けたから、うん、そう、初めての大阪だからスタバ、そう、よかった。なんか前も大阪で飲んだことあるけど、その時チケット使っちゃったから。そうね、ね、今日会えてよかった。そう、服変わったんよね、実は。気づいた、みんな。本当はさ、うん、長いカーディガン着てたんですけど、変えました。てか本当はこれがセットなんですよ。でもあっちでも似合っとったよ。ほんと？結構しっくり着てた。こっちの方がなんかちょっと、うん、あのあれな気がしたから。あー、なるほど、あれだからね。確かにね、確かにね、うん、ツーショットもあるしね。そうね。マキさん、ココアありがとう。そう、ホワイトが大阪のところを売り切れてたから普通の方にした。そう、スターバ行った。お土産買わずにスターバ買ったね。こんばんは、こんばんは。確かにね、よかった。よいしょ。そう、スタバ並んでるときはモバイルすればいいよ。そう、今日埼玉ポーズしたんだよね、なぜか。なんでユイナがするの？そう、初めてした。じゃあ、あの岐阜のポーズしてよ。何、岐阜のポーズって？なんかね、手をこうやってやって、足をこういう形に直角にするやつ。そう、岐阜のポーズなんかあるんですか？そう、すごい。あ、なんかでも上げてた、上げてた。そう、岐阜の日みたいな。そうなの、岐阜の日だ。岐阜のポーズ、岐阜のポーズか。そう、トレンド入ってて。うん、岐阜流行ってるんか。そう流行ってた、ちょっと前、年末ぐらいに
ね、47都道府県コンプしたいな。あ、白飲んだんだ。ホワイトの方美味しいよね。どっちも美味しいよね。まだ去年は普通の方しかなかったからそれ飲んだけど、今年はまだホワイトだけだから次は普通の方を飲む。今日はピンクでした。ギフポーズ見たいですだって。じゃあ言うみやん。いやだ、ガニ股らしいよ。そう、めっちゃガニ股。うん、ツーショット会で今日でもちょっとギフのポーズしたよしたよ。でも完全にじゃなくて座った状態でだけど、うん、そう。ミッポにハンギョドンあげた？動画見てくれた？私も動画好きなんだよね。最近は同期になんかぬいぐるみあげる係みたいになってる。確かにめっちゃプレゼントしてる。いちごにあげた、ミッポにあげた、リエちゃんあげた、いそこにあげた、ヒータにもあげた。うん、そうなの。たまたまヒータとかなと決戦であって、撮った。ぬいぐるみ？え、大きいマイメロのぬいぐるみ。そう。やばい。え、同期コンプしたい。みんな何が好きなの？とりあえず次リアチ行こうか。リアチ行こうかって思ってるんだけど、リアチはアーニャがいるらしいからアーニャ撮る。え、スパビー、そう、美味しいよね。私も最近食べた。そう、ぬいぐるみ配りのそう、本当に全コンプしたいな。リーナが散財しないかで心配本当に大丈夫だよ大丈夫大丈夫。何、みんな何が好きなんだろう。ひーちゃんはあれだよね、なんだっけ。あ、パモ。それパモ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 、冷たい近くかみ歯型がついちゃった見せちゃおう見せちゃうそう、UFO キャッチャーね、やりたい。週に1回は絶対行ってる気がする。本当にそんな行ってる？うん、休みの日も本当によく行くもん。すごっ。大好き。確かに。え、ライブカメラ見えなくなった充電やばい。うん、ほんと。どうする、何枚する、リュウチは。うん、でも充電、うん、1時間ぐらい入れたかも。うん、じゃあ45にもあるか。うん、ね、うん、切りよく。え、こちらこそツーショットありがとう、あげてくれてたの見たよ。どうし、職人バチレン投稿してこの後は寝る、うん。確かに月のゲーセン代は、月のゲーセン代のために私は節約してる気がする。本当に大好き。あ、うん、ポーチャムね、なんかこっち見てるみたい、ね、これがポチャコ、これ私がプレゼント。クレーンゲームね、でも3期今はクレーンゲームブーム、ね、なんかブームだよね。カスミもなんかね、みんなあげてるよ。決めた。そう、博多界隈ってですかねツーショットね、待ってるよ、ぜひぜひ。そう、ぬいぐるみ、この間たまたまひさこのお母さんとお会いしたんだけど、ひさこのお母さんからもぬいぐるみありがとうって言われて嬉しかった。嬉しい、それは嬉しいよね。ひさこのお母さん優しかった。ゆいにゃん、れいちゃんの通称買ってないけどしまし、します。そう、クレーンゲームね、多いよね。え、本当に嬉しい。じゃあもういつでもれいちは待っております。みーぽのカードで並べしてたことあるよじゃあれいち先輩って呼んで。あるある。あんたなさん、誰もたくさんありがとう。確かにゲーセン行ったらそうだね、歯型に可愛いするかもしれないでしょ私もカナダヒータンと遭遇したから。結婚してだって。え、求婚されちゃった。あ、一夫多妻制系かな。一夫多妻制系、そうなんですよ、受け付けないんだけど多妻は一途な人。2枚だったらもちろんポーズはいろいろ変えれる今日はね、マックス19枚だったからツーショット。埼玉ポーズは今日選挙区ね。そう、埼玉いっぱいした、いっぱいしたの。埼玉ポーズはそうなんですよ。何枚撮ってもそう、毎回変えれるよ。定番になってきた埼玉ポーズは。いいね。なんだっけ、映画飛んで埼玉。そう、飛んで埼玉、ね、有名あるよね。
たことないな。なんか歯、うん、柔らかい。冷たい？うん。私も買ったんだけど食べちゃったんだよね。何買ったの？アイス。私ね、アイスの実のなんか大人のショコラみたいな、なんかチョコのやつ。美味しそう。あれ美味しかったよ。そう。うん。苦い？え、若干？でも甘さの方が強いかも。うん、うん、美味しかった。マクさん、アイスありがとう。アイス。なんか今日の会場暑くなかった？うん、暑かったよね。うん、ね、うん、もうどこ行っても暑かった、うん、え、だよね、うん、そうなのよ。え、わかる。時期的にね、いちごのお菓子多いね、今。うん、多い、本当に。もう最近いちごっていうと果物じゃなくて同期の方を思い浮かべちゃう。ねえ、反応しちゃうよね。そう、今日は楽屋もお話し会の会場も新幹線も移動中のバスも全部暑かった、うん、暑かった、うん、本当にそうね。冬に食べるアイスってね、美味しいよね。わかる。アイス冬に食べる方が好きかも。広島買うの、ありがとう、待ってるよ。嬉しい。それは熱気がすごかったんかね。埼玉に世界最大数のクレーンゲームのお店あるよ。え、あるある。どこどこ。なんか宇宙人のマークみ、マークっていうかが、なんていうっけ、あそこの。でもよく YouTuber さんが上げてるよ。え、なになに、モリーファンタジー。違う違う。モリーファンタジー、すっごい大きいクレーンゲーム。え、そんなの。そう、あるよ。モリーファンタジー、わかる、わかるわかる。じゃああれは特に生まれるか。あれは、うん、チェーンっていうか、なんかイオンとかによく入ってる。ね、会場使った。今日めっちゃファンの方多くなかった？分かんない。え、会場にいるファンの方がすごい多かった。あ、確かにそうかも、うん、コンビニアイスね、美味しいよね。わかる、本当にコンビニのアイス美味しいよ。アイスの実のショコラ美味しいね。じゃあ今度あの食べてみますね。ぜひぜひ。紅茶は結構美味しいね。いちご狩りっていう、なんか最近広島県内でいちご一会っていういちご狩りを、いちご一会っていういちご狩り屋さん、いちご狩りするところを見つけて、いちごにえ、こんなとこあったよって言ったけど、いちごはもう知ってた。エブリデイ餃子だって、わかる？え、そうそう、あ、それだ、それだ、知ってる。私めっちゃ YouTube で見るからさ。え、かすみんも知ってるらしい。知ってるよ。すごい、エミリー餃子。ね、あったかかった今日。熊根パパさん、こんばんは、こんばんは。でも雨がちょっと降ってたよ、帰り。リーチはゲーセンね、取れないんですよ、下手くそだから。でもこの前ユイナと一緒に行ったけど、うん、一人では行かないかな。ああ、また一緒に行こう。え、行きたい。ね、行きたい、行こうね。そう、ユイナとね、この前来ました。ちょっとリエもそう、午前中だったけど、たくさんいつもよりもたくさん来てくださって、私はちょっと初めての方がめっちゃ多かった、嬉しかった。マックさん、ココア半分近く初めての方だったかも。やっぱり X とか番組の効果すごいなって思う、嬉しい。今日はね、あれだった、ククルじゃなくてわなかのたこ焼きだった。でもまだ食べてない。隣のレンジ並んでる時に手を振ってるのかなと。え、なんだろう、欲しいになっちゃった。え、美味しいよね。今なんか餅が熱くなってる。今日は一星さんとアリちゃんさんが大人に、鹿島の奥田農園でイチゴ狩りをちょっとなんかいろいろと面白いなしちゃいました。奥田農園ちょっと気になる。クリーンゲームユイちゃんに撮ってもらうのがありがとう。確かにね。そう、でもなんかミーポンもカスミンもクレーンゲーム得意よね、うん、みんな好きやね。うん、すごい、私全然できないんですけど撮ってもらえるよ。んん撮るの上手くなるコツある？確かに、どうやったら撮れるの？狙うところを考える。なんかこういうとこだったりとか。今やね、妹が取ろうとしてたね、ごちゃむを、うん、でも全然取れなかった、うん、そう、3000円ぐらい呼んでよ、飛んでしまいました呼んでよ、私をこのポジャムはどうやって手に入れたの？こ
はなんかミンポンが撮ってくれた、うん、撮ってくれたっていうか、うん、多分もともと撮ってて、うん、家にあって、うん、ビエのために別に撮ってくれた、うん、あなるほどね、うん、へ優しいねミンポン持ってるよってミンポンが言っててへありがとうって言ってくれたからもらいました嬉しいねそれは優しいねミンポンそうなんですかわいいみんな優しいよね優しい本当に本当にだからやっぱ DD なんよ同期大好きじゃあリエも DD だわ同期大好きだ、ね、だよね誰でも大好きじゃなくて同期大好きの DD だわそう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 使いやすいね同期大好きねよく思いついたえ本当だよねはなんかね有名なとこだよね牛皮えあれだよね1個前のスタバのこっちに手を振ってくれるのかと思うスタバのやつに中に入ったそうですよ同じだよねそうだよそうだよあれ美味しい今だけなんか餅が熱いらしいんだけど私は普段の方が好きなんだよねこんばんは、こんばんは。さん見てる時間がいっぱいあったから、だからたくさんハート作ったり手振ったりしちゃいました。うん、ツーショットでさ、うん、いつもどういうポーズする？これが多いやっぱり。サイトのポーズと、うん、でもハート多くない？ハート多い。あ、ワンワンもしたかも。あ、なるほどね。うん、私逆にニャンニャンしたかも。ニャンニャンする。うん、あ、いいね。ね、なんかいいやないかなあとね私今日私がズッキュンしてファンの方がこういうえかわいいいいよねいい次使ってよあそうするえ使ってみ今度から使いますそうなのそれかわいいね、うん、いいですねそれリエッチと仲良くなったきっかけなんだろう分かんないでも一番最初に話したのあなんでやろうでもオーディション時代から知ってた私リエッチのこと本当うんコッシーちゃんあのオーディション会場に向かうときに同じ広田行くバスから乗ってたあそれね行ってそうゆいにはねそれずっと行ってるよねそうなの一番前の右側の席に座ってた帽子かぶってた、うん、まだ前髪がない頃だよねなかったなかった、ね、そうオーディション受けてたとき前髪なしてなかったよねそうなんですよえ前髪作るの初めてうんそんなことないよあそうなんや、うん、そんなことはないんですけどえ見つめ合いもねいいよね定番時々やんえ今日さ見つめ合いでさなんかさ、うん、カメラマンさんにさ前向かされてる人いたんだけど、うんそんなことあるの？そうあのリア中のファンの方だったんだけど、あららら、そうそういう場合もあるんだって思って、ね、難しいよね。ね撮る人によるんかね。ねあお座ってさ席までわかるよ。でもさんこんばんももちゃん。いちご曰くしていたものでオーディション。ねえもうだって隣にいたからしっかり見ちゃいましたよ。最初オーディション帰りの時いちごと同じレナとかも広瀬やったらしくて私は他の合格者のこと喋ってたんだけどそういちごいちごもあギフちゃんやって思ってたらしい。いちごと一緒やったのは最近したよね。他のこと喋ってた。ゆいなフリーザのフィギュア取ってほしいから今度対等で遊ぼうぜだって対等対等たまに行くよクンクンポーズえ今日したよ一人だけだけど今日したよ深山さん滝と山どっちも良かったよ、ね、高橋さん結婚して珍しいありがとう滝と山ねどっちも違う大変さがあるよありがとうどっちも大変だったよねあれはうん、ねうん、えうあれあの風を待つのさ、うん、階段駆け上るのそれも辛くないあれが一番しんどかったかも、だよね私山登りよりもあれの階段ダッシュの方がきつかった階段きついよ、うん、持久力のなさに、ね、でも先輩方あれを何テイクもしてるいや本当やばいよねやばいよね、うん、ちょっとリア毎日早速修行しようかあはアイス？ティッシュある？この色はティッシュティッシュえあそこにかかってるあ持ってくるよいしょよいしょよいしょ何事え、はい、それな？いつついたのねちょっと一旦これじゃあ戻そうよいしょよいしょあテンション高いからなるほどねありがとうあ大丈夫顔につかないショックうん、新しい、やばいよね、なんだろう悲しい悲しいあでも意外と綺麗に撮れるなんかムキムキしてんなあれ、うん、ないよ得しちゃったあれ、こちゃんニュースするよあこちゃん絶対さっきのアイスじゃん、これ、だよねめちゃこちゃん、残っちゃったって聞いちゃったニュアだけすごいすごい早く消えてよかったね、めっちゃ斜めになっちゃったわ
ね、楽しかったお話し会。オンラインも行くけどやっぱ直接が楽しいなって思う。うん、わかる、ね、やっぱ直接がいいよ ね、 ね、うん、お互い目で見てね。ゴキブリじゃないですよあ、NMB さんも今日大阪行ってましたよ、ありがとう。そんなリエチレーンに並んでる時に、こんばんは、別メンバーが手振ってきたらどうすればいいですか。リエチレーンに並んでる時に他の方が振ってきたら、うん、それは返しちゃいけないね。でも自分は振ることはある。ある全然わかる、全然振っちゃう私も加賀谷さん振っちゃうけど、ま、ありがとう。このリップめっちゃ可愛い、うん、私持ってるよ。同じ番号もしかして。分かんない。あ、違うわ私。でも同じラカの持ってる。うん、うん、じゃあ何番101だっけな。101、うん、なんか定番みたいな。ひーちゃんも使ってるラカ。ね、みんな使ってるね。ね、みんな使ってるね。色もちいいしね、うん、塗り心地もいいし。カラバリいっぱいやったかわいい。ハートありがとう。奈良しんのすけさんかなハートありがとうね。直接やっぱいいよね。かずきさん、レインボースターたくさんありがとう。直接がいい、やっぱり。今日はありがとう、本当に楽しかったよ。次のシングルから握手会とか始まるかな。いっぱい来てくれてありがとう。どうなんだろう。またいつでも待ってるね、ありがとう。ん、握手会始まるんかなって、次のシングルから。え、ワンチャンありそうだよ。握手会やってみたいよね。なんかね、やってみたい。握手会こそアイドルって感じするかな。え、わかる、ね、そうなのよ。本当に握手会やりたいよね。ね、ゆいにゃんどうやって手握るの。あ、違う、私がファンね、うん、じゃあリエチルームから先にやるか。リエチルームこっちから。あ、そっか。 あ、ゆいにゃんちゃん、ありがとう。あこっちでもじゃあ、はい、あ、あ、ありがとう、来てくれてカメラ線やばい。いいよ、ね。こうなのね。リエチは？確かに、どうしよう。リエチは、あ、リエチ来たよ。ありがとう。うわ。こっちでも。え、リエチ来たよ今日。ありがとう。硬い。嬉しいねこれは。これは嬉しいよ。本当にこうなるか分からんけどね。ね。いいね。始まってほしい。でも正直問題さ、うん、なんかツーショットのハートってさ、うん、触れれるよね。シート越しだけど、うん、たまに触れちゃうよね、うん、ね、注意されなければ全然。なんかさ、うん、いつだっけ、こうだった、なんか、え、こうの時あった。もう本当にやったことないかも。こういうこと。そう、へえ、やったことないよ。ここ一枚のペラペラのやつしかなくて、もう本当に人って感じだよね。え、そう、本当に、ね、うん、なんか半半配達会みたいな配達会みたいなさ、はい、ね、今はもうね、握手会でもちょっとずつ復活してきてるよね。他のグループさんとか、ストーミーさん、服ありがとう。ルールさん、ハートありがとう。そうだね、ね、手袋ありだよね、やっぱそうだよね、うん、ね、NMB さんの肩たたき会、あれも面白そうだなって思うけど、すごいなって思う。なんか足末端冷え性、足冷たい。あれも結構接近しちゃうね。触っちゃダメだけど、ちょっと触るときあるかも。あ、やってんな。やってる。なんかああ、あ、たまにやってんな、ゆいにゃん。やってるわ。ほんとギリギリこんな感じ。あざとにゃんこ、にゃんこ確かに手の比べ、確かに比べられるよ。あ、待って、45じゃん。え、そう、本当に、うん、じゃあ先断じめしなよ。ありがとう、うん、じゃあそろそろちょっと1時間経ったのでね、終わりにしようかな。それでは断じめます。じゃんちゃかちゃんじ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 ゃん。知ってるこの歌、運動会の歌。てん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 。あ、赤組レレ、赤組ゴーゴーゴー。最後赤と白混ざるやつやろ。僕らは白い稲妻だったよ。わかる、もう懐かしすぎる。小学校とかの時やもんね。よかったです、全国共通でしたから、ね、だよね、本当にはい、それではそれでは13位、ジェイ中村さん、ありがとう。
12位さよまっちさんありがとう。11位のんたんさんありがとう。11位うまちゃんさんありがとう。おつまみんおつまみん&DA チーズあはおあらまお。そして9位マクさんおつままみんさんありがとう。8位ももちゃんありがとう。7位石剣マシンさんありがとう。6位ルパンさんありがとう。そして5位バリーさんありがとう。4位ウサナコさんありがとう。そして3位カズキさん今日はありがとう。おまかまった早くたこ焼き食べよう。2位くまりぼぼさんありがとう。猫ま猫2位で1位はマッツさんでした。ありがとう。今日はありがとうございました。よいしょよいしょ。次はユーニャンの誕生はい、いきます。17からいきます。17位スプマテさん、16位キヨ兄さん、10位ヨタとチョウミさん、10位マモさん、10歳ナルミあとサヌキうどん大学卒さんありがとう。12位ギゴロウさんありがとう。11位ナスちゃんありがとう。うわあ10位ユサナコさんブーイングありがとう。9位ヤマシーさんありがとう。8位マカとおつまもみんリュウチカワイさんこの一瞬前で死んだんかな。本当だよ。やばいやばい本当に。7位コガヤさんありがとう。6位ヨシミさんありがとう。5位ワンタさん4位ウマちゃんあと4位おつまみアンドリエチーズこのアハハハが気になるんですよ。トップ33位マコさんありがとう。2位カーネパパあと一番可愛いよ。あれなんか浮気もんやな本当に気まずい。いろんなとこ行って説教だ。そして今日の1位はごめん大丈夫だよ。今日のランキング1位は高圭さんです。ありがとうございます。高圭さんありがとう。でさ感謝ゆいにゃんがさなんかさ誰から聞いたんだっけ、いちごかな、なんかゆいにゃんがいつも大丈夫的にさなんか太鼓叩いてるって聞いてさ、うん、で見たことなかったの、うん、なんか時間がかぶるじゃん私たち。確かに年齢的にも、ね、そうだから見たことなかったんだけど、うん、いつも太鼓叩いてるん。叩く最近は太鼓じゃなくて机叩くよく。えすごいオーディションの時からやってる。あやってる。すごい。なんか太鼓叩いてるんだ。そうだよ。お母さんが送られてきた100均の太鼓かわいいんだけど。もうでも潰れて泣くの。太鼓叩いてるんですね。そうなの。素敵。そうだよ。いいですね。ね。じゃあ今日は終わるか。ゆいにゃんと初めてのコラボ配信。やっぱありがとう。最後撮ってもらう。撮ってもらうときって何する？あこっちで犬する？でこっちで猫する？あでもどっちも撮りたい。じゃあワンワン。ワンニャンワンニャン。じゃあ二人ともワンゴやります、うん、ニコやります、はい、ワンニャンします。あっちもないオッケーオッケーオッケー。じゃあワンコから次猫さん猫次次がいいニャン猫ニャンオッケーじゃあこっち、はい、はい、じゃあまずワンワンからワンからワン次にゃんでにゃんでにゃんにゃんにゃんでにゃんワンにゃんワンはいにゃんあこうだにゃんオッケーイエーイありがとうありがとうありがとう楽しかったね初ユニアンコラボでした、ね、嬉しいまたしようねそれなまたしようね時間がいい感じだから ねじゃあ終わるかはいじゃあそれでは、ね、今日終わります。お話し会ありがとう。じゃあ終わります。ありがとうバイ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 また明日おやすみなさいバイバイ。